レタです。私たちベルウッドは都の城で、活動をしております、はい。ベルは鈴でウッドは木、名字が鈴木なのでベルウッドです。はい、はい、夫婦です。夫婦です、はい、寝音でやっております。はい、はい、今日はですね2人で来たんですけれども、あと、まあ、基本2人でユニット組んでるんですけれども、はい、ドラムだったりキーボードだったりパーカッションだったり、サポートメンバーに協力をいただきながらバンドでも編成を組んで、活動しております、はい。今日はあのさっきあの MC の方からご説明がありましたけれども、マリンバをこちらでお借りしてしてきたので、あのすごくあの楽だった。楽ですね。だいたいライブがあるときはこのマリンバは分解できるんですよ、うん、それを分解して朝ね、そう分解して車に積んで、うん、そして運んで現場について組み立て終わったらバラシ。そう、ね、出番の時間の方が短いみたいなね。そうですね、そうそうそう、トータルするとでも今日はこんな初めてですね。初めて。もう後にも先にもバズりしかないかもしれない、ね、うん、ね、
そしてこのロケーションですよ、ね、さっきねおっしゃってたけど、はい、買い物だけ買い物だけ、はい、くっきりと ね、はい、感じてすごいこうあの鳥の声なんかも聞こえるしね。ね、いい雰囲気で気持ちがいいですね。新緑でね、最高ですね。うん、ね、本当。はい。なんか今まではね、この数ヶ月は中でされることが多かったみたいなので、うん、今日ラッキーだったなと思って。そうですね。はい、初出演なんですが。よかった。暖かい時期になったら出たいねとか言ってたんですけど、そう夢が叶えました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。で今日はあのドラムが私たちいないので皆さんよかったら手拍子などいただけたらそれを頼りに演奏したいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ次は何ですか。もうマリンバのこの前の譜面すごいですね。はい、あれですね、チグハグ、ね、今流行ってる曲ですね。なんか TikTok で流行ってるんですね、これは、ね、そのチグハグっていう曲をやります。
ありがとうございます。どう皆さん楽しんでいただけますか、いただけてますか。いや僕たちは本当楽しいですね、はい、風も止みましたね。あ、確かに。お、あまり感じないですね。最初あの来た時どうしようかと思いましたね。これ風でこの譜面が飛ぶことも心配したけど、譜面台ごといっちゃうんじゃないかとね、心配しましたね。でもよかったね。はい、さあ次はあの僕たちこんな曲やりますとかあんまないんですよね、うん、こんな、まあ、いろんな何々バンドのカバーをやるとかジャンルとかあんまなくて、ただ受けたいだけだよねもうその場に来てくださるお客様方がどんなあの年代層なのかとかあの、まあ、いろいろ考えて、今日は外だし楽しい曲がいいかなと思って、そんな曲ばっかり今日は用意してきました。でこれはもうみんな知ってるだろうっていう曲ね、はい、ゲーム音楽スーパーマリオブラザーズ、これはもう皆さんおじさま方も子供の頃やっただろうし、でちっちゃい子もね今やってると思いますので、この曲をやりたいと思います。地上に行ったり地下に行ったり、あとなんだスターを取ったりとかねあります。さあ果たしてノーミスでノーミスで、そんな言うのやめようか、そんなノーミスとか言うのやめよう。ノーミスって言うとねミスするんです絶対。楽しんでやろう、ね、もう最後まで行っても行かなくてもクリアです、ね、楽しんでやりましょう。スーパーマリオブラザーズ、thank you.
ございました。ありがとうございました。いつもより余計にコインを取っておりますはい、楽しいですね。楽しい。いや本当なんかポカポカしてきましたね。もうこれはあの私たちのゴールデンウィーク演奏の始まりですね。来週からはもういろんなとこで本当演奏させていただく機会があって、また楽しみです。ゴールデンウィークはもう5日だっけ、5日あるうちだよね、うん、まあ、リハーサルが1日で、あとは、宮崎県内とか鹿児島でもやりますけども、本当にどんな出会いがあるか楽しみです。今日は本当こんな皆さんと出会えて本当嬉しいです。さあ次はあれですね、次はあの昼間にも会うかもしれないと思って準備しました、寺尾明さんのルビーの指輪。これはザ・ベスト10、ね、昔子供の頃見てましたけど、カナ見てた？これ見てない、世代が違うのか。はい、これはもう寺尾さんすごい人気でしたからね。もうドストライクの方がたくさんいらっしゃると思いますけど、はい、なんかこれは今聞きたい、シティポップ、シティポップのベスト3ぐらい入ってましたよね、うん、はい、それを嗅ぎつけて我々は演奏を始めたわけですけど、いや同じタイミングだった。そうだね、受けたいからねじゃあルビーの指輪はい、thank you.
ありがとうございます。いいですよね、この曲ね。歌詞が切ないですよね。僕たちあのインストなんで自由に歌ってくださいね。なんかネットでこう歌詞検索してカラオケ代わりにしていただければ嬉しいです。かなさん大変ですね今日はね。だから覚えなさいって言ってるでしょいつもね。僕なんかもほぼ覚えてますから。でも間違えるんですけどすごい。はい。でもまあ楽しい時間です。かなさん喋りませんね今日はね。あ、それが大変だからか。あの、うん、楽譜に必死。楽譜に必死。弾いてる時は見るのに必死。ああ。終わったら次の曲に変えるのに必死。ああ、そうですよね。大変ですよ。大変です。はい。僕はね、あの数年前からこういうのを導入して、タブレットでね、こうやってで踏めば変わるんですよ。すごい便利なんです。それね、はい、いいよね。いいですよ。私はどっかに置いておくってなると、その足元のね、はいはい、ピコピコ、うん、置いておくってなるとそこまで行かないと行けなくなるから、こっち行ったり、そうだよね。そうそう、引くね、こう移動したらおおってなるもんね。そうそうそう。こっち行ったらもうこうってやる、ね。そう。大変ですね。でも踏み間違えるでしょ。これ踏み間違えるです。もう乗ってきて、えいって踏むとこれがひっくり返ったりとか、蹴っ飛ばしちゃったりとか、あと2ページめくっちゃったりとか。あとエフェクターボードの近くにあるとね。そうそう、もうどれ踏んでいいかわからない、ね。大変ですけど、覚えた方がいいんですよ。はい、頑張ります。はい、じゃあティコティコですね、はい。さっきリハでちょっとやったブラジルの国民的な曲ですね。これはね、鳥のさえずりっていう意味らしいです。どんなさえずりになりますか。やってみましょう。ティコティコ。Thank you.
マリンバ鈴木かな。イエーイ。鈴木こいち。ありがとうございます。スーさんです。普段は私あの小学校で働いておるんですが、ただいま教頭先生の仕事をやっております。はい。で、あのここは指宿はよく来てました。あの修学旅行で。はい、あの修学旅行の引率で僕6年生の担任が多かったんで指宿はしょっちゅう来て、あの休暇村とかね、あっちの方によく泊まってましたね。で温泉入って、で一時期マラソンにもハマったことがあって、あのコロナ前にマラソンすごい流行ったんですよ。あの時僕もあの入りに乗って、入りが好きやね俺たちね、入りに乗って走ってて、で菜の花マラソンも1回走りました。でバンドやるんですよね、菜の花マラソンはね。走ってすぐなんだっけ、ランナーとか、ランナーとか、あと負けないでとかね、あのちょうどゴールの寸前ぐらいですよね。ゴールもうヘッタヘタになって、もう足これ誰の足ってなってるところで負けないでってやってくれるんですよ。もうあれが本当ね、元気が出て最後まで生きてね。遅いなりにも指宿の時のタイムが一番良かったです。僕4時間半ぐらい行きましたけど、あとはもうボロボロでしたけど、他の時はねもうあんなことになるとしないと思いますけど、はい、準備 OK ですか？はい、 OK です。はい、じゃあ次はビールのコマーシャルで使われてます。あー、そうだね、クリア朝日、イエーイ、東京富士にね、やりたいと思います。はい、thank you.
ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。ビールがあるといいですね。でも飲んだら帰れなくなるね。そうね。飲みたい気分だね。でもね、ここはね、うちの子供どこ行った？うちの子供は あそこにいた2人ね。子供いっぱいいます。うち、はい、パパだよ。あの子が下から2番目です。一番下はちょっと今日は連れてこれなかったんですけど、その上があの子ですね。あっちゃん6年生ね。あと1人来てるんですけども、どっか飛んで行っちゃいましたね。男の子で、はい、今あの黄色いあの下から2番目を抱っこしてくれてるのが私の友達で、なんと今日21、22年ぶりに会ったんです。お、熊本から来てくれて、わざわざすごいよね。さっきそこにいたら階段登ってきて二度見。なんで何の予告もなくね。そう、うん、ここにいるはずのないあーちゃんが。びっくりしました。この20年の間もインスタとか、Facebook とかそういうのでつながってて、で今日この再会を彼女が果たして くれたんですけれども、ね、そう思うとやっぱそういう SNS っていうのは、ね、うん、あの他の皆さんもそうですけど、ずっとつながり続けられたりとか、うん、新しくつながることができたりとか、うん、ね、すごくいい時代ですよ ね。 そうですよね。今日初めましての方がね、タズボさんも初めて会うんですけど、うん、インスタでやるとね。ピッピッとしていただいたりしてますけど、本当そういうのはいいです ね、 ね、はい、どんどん輪が広がっていけばと思います。ベルウッドで検索。今後ともよろしくお願いします。じゃあラストです。次が最後になりました。今イエイって言っただろう。えーって言うんだよ、こういう時はね。最後の曲となりました。ありがとうございます。3万人の皆様が入ってくださいました。じゃあね、2階席もね、オーディエンスもたくさん。じゃあロマン飛行やりましょう。
ございました。ベルットさんでした。